皆さんこんにちは。千葉市役所道路計画課です。この動画では都市計画道路大膳野町本田町線本田町一丁目地区の事業の都市計画変更についてご説明いたします。どうぞよろしくお願いします。大膳野町本田町線は都市計画道路であり、当初の計画は黄色い線で示しているようにJR 外房線を抜け、千葉外房有料道路を立体交差で越えていく計画でした。しかし、終点で接続する道路の幅員が4メーター程度と狭いことから、赤色の線のように千葉外房有料道路までの接続とし、平面交差ができる条件を満たすよう、道路の線形と延長を変更いたします。加えて、計画交通量に基づいて、車線構成を見直した結果、全体の幅員を縮小いたします。本路線のように、都市計画決定されている内容を変更する際には、都市計画法に基づき、都市計画変更という手続きを行う必要があります。手続きの流れについては、都市計画の変更の内容を市民の方々に知ってもらうために行う都市計画説明会、千葉市都市計画審議会条例に基づき選出された委員が都市計画の変更の内容について調査・審議を行う都市計画審議会を実施します。本事業の場合、11月に都市計画説明会、来年3月の都市計画審議会を実施した後、年度内に都市計画変更を行います。この変更に合わせて事業認可を取得し、事業化となります。今回の説明は以上となります。最後にお知らせについてです。質問やご意見等がございましたら、こちらの連絡先にメールもしくは電話にてご連絡ください。地元の皆様の事業へのご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。